丸亀城で行われたセレモニーには、丸亀市の松永市長や香川県の池田知事らおよそ70人が参加し、テープカットして施設の完成を祝いました。江戸時代初期に建てられ、石垣の名城として知られる丸亀城。城泊の舞台となる円珠閣別館は、天守閣から見下ろせる三の丸にあります。建物は木造平屋建て、延べ床面積は120平方メートルです。寝室にはこちら2つのベッドが並んでいて、一歩外に出ると丸亀の市街地が一望できます。円珠閣別館は、東京にあった旧丸亀藩京極家の屋敷の一部を移築したもので、市が去年からおよそ2億円をかけて改修工事を進めていました。宿泊料金は1泊2日の2食付きで、2人でおよそ126万円。丸亀城を貸し切りにして滞在することができ、殿様気分を味わえます。城泊は今月1日から予約を受け付けていて、すでに7組から問い合わせがあったということです。そのうち2組は外国人観光客で、インバウンドを含む観光客誘致の目玉として期待されます。丸亀の歴史と文化を知っていただく、まあ、そういったものをですね、世界に発信をしていって、あの丸亀へ来ていただくというのが私にとったら一番の目的でございます。泊まりに来ていただければ本当にありがたいです。宿泊は今年7月1日からでき、市は年間30組の受け入れを目指しています。